マミヤ・十郎明治28年3月2日は、駿河国沼津出身の教育者、沼津神城小学校校長。マミヤ家は、駿河国沼津塾の下本町で本人を営んでいた家である。家営3年3月25日、マミヤ・十郎は、マミヤ家の長男として生まれた。生まれ意味名は角、通称はキ十郎、後の呼び名は、煙雨。父親は、 マミヤ・キウエモン。幼少時より聡明だったマミヤは、西間戸村の実る松商院の院主である、西尾林閣から書法を学び、水の藩士の五重化罠中に継承を学んだ。源氏元年5月には14歳で、江戸に出て、林大学頭の門で漢学を学んだ。明治維新後の1869年に、沼津に帰郷したが、これには、母親戦争の影響で自由に学問ができなくなった。 こと、沼津平学校や、その付属施設である、沼津平学校付属小学校が設立されたことなどの理由がある。20歳だった1869年には、沼津平学校付属小学校に入学し、10歳前後の少年と並んで、英学や洋書などを学んだ。その後は再び東京に出て、1873年1月に、慶応義塾に入って、洋学を学んだ。 1872年8月には学生が発布され、1873年7月には沼津の下本町に公立小学民教社が設立された。1874年には再度沼津に帰教し、民教社の監督と訓導に任せられ、第二大学区第14番中学区の取締役にも任せられた。1876年9月には民教社の校長となり、 さらに、開花消息往来や、十八主役次会などを、返纂した。1877年1月に、民教者の建物が消失すると、民教者と修正者が統合されて、沼津学校が発足し、マミヤは、沼津学校の副校長に任せられた。1878年10月には副校長を、持たして第一大区七小区の副校長となり、 1881年11月には、寸東軍第二学区の学務委員に任せられた。1881年3月には、同志と共に沼津新聞を創刊している。1887年2月には修正、民教、三橋の三学校が統合されて、沼津人城小学校が発足し、マ宮ミヤが校長に就任した。 自身が購入した図書や寄贈された図書をもとにして、1888年7月には、沼津尋常小学校の一室に、沼津文庫を設立。7月6日には、静岡県知事の関口隆吉に対して、図書館設置の申請を行い、7月21日に、関口から任期を得た。8月には、沼津文庫の設立主意書を発表し、その後一般の閲覧を可能とした。 当初の蔵書数は数百部だったが、1943年時点では約5000冊に増加している。沼津文庫は静岡県で最も早く設立された公立図書館とされ、その蔵書は後に沼津市立図書館に移管されている。1885年に胃腸病を患った際には沼津の千本浜で海水浴を行って健康を回復した。 当時はまだ海水浴自体が珍しかったが、その後は保健法としての海水浴が脚光を浴び、千本浜、海水浴場は大いに賑にわった。1892年7月には健康上の問題で校長職を退き、自宅で沼津少子の返纂に携わっていたが、1895年3月2日に45歳で死去。墓地は大正寺。 千本浜には、マミの功績を称える石踏みがある。ありがとうございます。